結局 SMG なんだよ SMG。 どうものったんです。皆さんこんにちは。やっぱりね SMG なんですよ。結局アサルトライフルって結構ね室内戦で使ったりすること多いじゃないですか。なんでこんなこと言うかって話なんですけどね、アサルトライフルをまあこうやって中距離とかでねこういう感じで撃つように使ってるって方もちろんたくさんいると思うんですけど、近距離戦とかでこういう使い方する人ってやっぱ多いじゃないですか。最近僕の友達でもいたんですけど、アサルトライフルを片方持っていて、もう片方何持ってるのかって聞いてみたら SR 持ってたんですよね。スナイパーライフルとアサルトライフルを持ってると。これだとちょっとね近距離さすがに弱えぜっていう話があって、やっぱり SMG 持った方がいいよって話をしてて、僕も SMG 結構最近めちゃくちゃ好きなんで使ってるんですけど、アサルトライフルは中距離と、まあ、遠距離、まあ一応近距離も使えないことはないけど、接近戦っていうことになるとやっぱり SMG やショットガンに軍配が上がるんじゃないかなっていうところですよね。ちなみにですね、アサルトライフルを使った時とそれから SMG を使った時の敵を倒すのにかかる時間はこんな感じです。まあ、2つを比べてみるとそんなに違わないんじゃないかなって感じがするかもしれませんが、結構大切なのが腰打ちをしてる時のアサルトライフルって拡散が結構大きいんですよね。今はね近距離でなおかつ敵も動かないんで、まあ割と大丈夫だとは思うんですけど、これが例えば相手も動いていて腰打ちで追ってっていうことになると、やっぱどうしてもね一部外れるものが出てくるわけですよ。そうすると SMG の方がやっぱりダメージ効率で勝るなっていう風に思います。近距離戦をするっていう上で圧倒的に SMG がいいだろうなって思うポイントが一つあるんですよ。室内戦とかでもやっぱりこうやって体を隠しながらちょろっとピークしてまた戻るみたいなことってよくありますよね。そうなった時に例えばこんな感じでダメージを入れました。同じように入れると分かりますか？これとこれです。ダメージ的にはそんなに変わんないかもしれないんですけど、何よりも敵に体を晒している時間が全然違うんですよね。アサルトライフルってやっぱり覗いてると遅いんで、敵にダメージを与えることもできるかもしれないですが、正直こっちもねほとんど動いてないのでめちゃくちゃ的です。じゃあ SMG どうかっていうと、そもそもやっぱり動きが速いので敵の攻撃当たりづらいし、なおかつやっぱりキルスピードは速いしっていうことなので、 SMG ここもやっぱ強い点だなっていうふうに思います。最近実はすごく対面で勝てるようになったんですけど、その大きな理由の一つがやっぱり敵に体を晒している時間が短くなったっていうことだと思うんですよね。まあ例えば気持ち高所取ってるとしますよね。そしたら例えばこの上でこう打つ時もそうなんですけど、打ってる時間がやっぱ短いんで、その分やっぱり敵からダメージを受ける時間も少ないっていう感じですね。アサルトライフルはやっぱりどうしてもほぼ止まって打ってるみたいなもんなので、ダメージは大きいかもしれないし、高所取って打ってる分には強いかもしれないですけど、やっぱり近距離で戦うってことになった時は SMG が強いなっていう感じですね。さあじゃあ SMG がまあどれぐらい強いかっていうのを見ていきたいと思います。近距離戦になった時とかね、やっぱりある程度射兵を使って戦えるっていう状況だとやっぱりめちゃくちゃ強いだろうなって気がします。もちろん AR もね、近距離で戦う分にも結構強いんですけど、やっぱ拡散とかもするんで弾がね抜けてしまう部分っていうのがねちょこちょこあると思うんですよね。そういうところを考えるとやっぱり SMG が強いんじゃないかなっていうふうに僕は思います。行ってみますか。さあ武器は何があるの。もうウィングマンモザン、いやいやいや、それはカーリピーターもいいけど、やっぱここはね、やっぱりちゅ、あ、ちょ、あ、ちょ、あ、あ、ちょ、あ、武器、あ、あ、おい、全然使いたくない。あ、そうあ、もう無理ですね、それね。あ、そうですか、悲しいです。そんなことある？はい、
これ邪魔だな。危なっ、危なかったよ。ちょっと待って、これこの武器使ってたら検証そういうことじゃないんだよな。武器変えたいな。武器変えれないのかこれ。あれ、もしかしてかつて武器変えれないまである、そういうことだなこれ。いや、まあ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 、次きっと次変えれるだろう。そうきたか、ちょっと予定外だなそれ。駅の戦いが一番楽しいよね。ああ、やめて。何それちょっと。はいはいはい、ランパートフェンス欲しいな。あるか、そこ大丈夫か。痛い。危なっ。おう、あ、今のこれ自分の食らわなかった今。巻いて、痛いよ痛いよ痛いよ。相手ももしかしてランパートいる。え、あれ微妙な当たってないの。え、嘘だろ今の。まあ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 、変えるタイミングがね来たんでいいですけど。こう、これこっちにしとくか。結局やっぱあのピークの短さがね SMG の強みだと思うんで、まあ、それがうまい具合にできればいいんじゃないかなと思います。ああ、こっからなんだ。もう戦ってるんだけど。あ、降りた？ナイス？なんで今あの人一人で残ってたんだろう。じゃあ SMG の強さを確認していくよ。あそこの上からのさ、チャージライフでも鬱陶しいよね。ちょっと降りるか。いやいや、聞いてない、そういうのやってない。あ、すごい、もうみんな乗ってんじゃん。いたね向こう側。強い。あ、ナイス。めちゃくちゃ危なっ。よくわかんねえわ。危なっ。全然よくわかんなかったけど、まあ勝ったわなんか。まあでもやっぱり SMG が強いですね。体を晒してる時間が少ないと、ただただひたすらそこに尽きると思います。正直2つ目だね。これでもう1個取れれば僕たちの勝ちっていうことですね。検証のために長引かせるっていうのもワンチャンありなのかもしれんけども、やっぱ負けたくないよね。上にいるの偽魔王の。ああ、上にいるのね。ナイス。
そこにずっといるんだよな。危な、こういうとこっすよね。やっぱりピークが少なくても強い。敵じゃないの今の。あれ今後ろにいたミラージュ敵じゃね。でも俺の後ろに紫色のミラージュいたよね絶対。ここに関しては割とあれだよな、なんかどっちも強そうな感じでは正直あるよな。いいね、だってあれで70減るんだぜ。もうあいつもう死んだみたいなもんだろ。痛い。はい。ナイス。自分が見えなくなった。よっ、何も考えてないけど強いもんね。まこ、危な、ナイスー。いやーやっぱりね、 SMG よ SMG、 ナイス SMG。 大差でチャンピオンが、ということで今回は SMG の強さっていう動画になりました。 SMG が AR に勝っているところは腰打ちの集団性とかリロード速度とか移動速度の速さっていったところです。逆に AR の方が優れているところはやっぱり一発ずつのダメージであったりとか弾持ちの良さだったりとか、あとは中遠距離からダメージが出せる、まあ近距離でも一応使えるっていうことを考えると攻撃してダメージを与えられるレンジがかなり長いっていうところですね。とはいえ Apex は近距離での決定力っていうのがかなり重要になってくるゲームだと思いますので、やっぱり SMG の扱いを鍛えるというのは全体的な戦力アップという意味でもかなり有効なことなんじゃないかなと思いますのでおすすめします。ただし近距離だけ鍛えても仕方がないので SMG 一生懸命勉強するのも大事なんですけど、その前にアサルトライフルをちゃんと使えるようになるっていう方が大事だと思います。ということで今回はこんなところで終了させていただきます。ほんのちょっとでも皆さんの上達や知識の足しになればなというふうに思います。最後まで見てくれてどうもありがとうございました。チャンネル登録高評価、 Twitter のフォローもよろしくお願いします。生配信は Twitch でやってます。それではまた次の動画でお会いしましょう。お相手はモッタンでした。これで動画は終わりになるんですけど、まだ皆さんやれることって残ってると思いませんか？僕はね、多分残ってるんじゃないかなって思うんですよ。チャンネル登録とか高評価とかできることってほら、まだあるじゃないですか。ちょっとそれ、チャンネル登録ボタン2回押すのやめてよ。だったら3回にしてよ。いや、4回は違うじゃん。それ4回はまたちょっと違った。